佐久間住佐久間住7月14日から1982年2月1日は埼玉県川越の馬車旅館として創業された佐久間旅館の元女将著名人との親交も多かった川越の女傑とも呼ばれた住は1903年7月14日に佐久間二郎清の一人娘として埼玉県川越町に生まれた明治の初年乗り合い馬車の 佐久間県は東京浅草を中心に遠く関東近県まで乗り合い馬車を走らせていたが明治10年頃の鉄道の発達に伴いその本拠地を川越江戸町に移した川越で仕事を終えた人の中には宿泊が必要な人もおりそのような乗客の要望に応えて始めたのが佐久間旅館である隅は川越尋常小学校を卒業した後 川越町立川越高等女学校に進み1921年主席で卒業した。翌1922年埼玉県川島村、畑中から大沢金蔵を、向こう用紙に迎え旅館の若女上に専念する。住は幼少時から記憶力が優れ、宿泊客の氏名や顔は一度で覚えた。また川越に惹かれた電話100本の電話の持ち主を、 すべて覚えていた。佐久間旅館の電話番号は12番であった。佐久間住み長男、雄二次男サブロ三男、明四男、春男長女、君よ、次女照子と四男次女の母親でもあった。1952年付近蔵が57歳でこのよう、去り、49歳の住みは、母親として、旅館の女将として、 誰よりも忙しい毎日を過ごしたが、文学好きのスミは、仕事が終わる深夜に読書した。六十代後半になると、旅館の仕事を、長男、雄二の嫁雅子に任せ、達者な英語を武器に、外国旅行を楽しんだ。英語のみならず、中国語など多彩な言葉も見よう見まねで操り、意思を通わせてしまうまさに、気持ったかあさんであった。川越の女傑とも呼ばれたスミは、 城下町川越の昔を知る人として、雑誌や、新聞のインタビューも受け、NHK 浦和支局開局10周年、記念番組に、元気発裸78歳の肝ったまおばあちゃんとして、出演、漫画家の岡部冬彦、女優の吉村まりと対談し、キビキビとした応対ぶりが、評判となった。1982年2月1日、心不全のため79歳でこの世を去った。 手に汗して働くことを人生哲学とした隅は、自ら客の履き物を整える気さくな女将であった。死ぬまで働き続けたいが、口癖の仕事一筋の生涯であった。尾崎公用、島崎藤村、堀口大学などの文人勃覚や政府交換、軍人、財界人などとの付き合いも広い。中でも、島崎藤村との交流はよく知られている。また、佐久間旅館は、 皇族方の上宿ともなっており、秩父の宮、高松の宮、三笠の宮様方が合計73泊もされている。隅は演劇も好み、水谷八重子や島田正吾の楽屋にも親しく出入りした。また、川越出身の俳優で劇団四季の市村正地の講演者として、日生劇場にもたびたび顔を出した。市村正地もおばあちゃんと隅を慕った。 川越出身の女子プロゴルファー、樋口久子も、下積み時代から可愛がり親しくしていた。若い頃から本が好きだった住は、川越の文芸団体である、川越ペンクラブに会員となり、帰還し、武蔵野ペン発刊当時から協力し、毎号百100冊を購入して、知人や宿泊客に配り、その普及と会の発展に尽くした。作家山口ひとみの、週刊新潮読み切り連載。 男性自身の中で隅との交流を述べている。ありがとうございます。